はい、まずご紹介していくのが、続いてご紹介していくのがクールシリーズをご紹介していきます、はい、もう夏に向けて暖かくなるとすぐ売れてしまうの で、ね、ぜひ今のうちからチェックしていただきたいシリーズの一つです。まずはクールキーパーですね。はい、こちらは見てお分かりのようにすごくパターン柄が新鮮というか個性的な括りになります。でアイテムは売れ筋の敷きパッド、ブランケットをはじめ、お昼寝の時に使えるようなお昼寝マット的なものですとか、あと腰当てにするクッション、ね、などいろいろなアイテムがあります。触っているだけでこう涼やかというか、そうなんです、ひんやり感 があって、はい、とても素敵です。そしてなんか柄もこうお子さんもそうだけど、はい、大人でも使いやすいような柄がやっぱり多いですね。はい、この辺はな秋冬シーズンと同じように大人でも使えるっていうところがビスクさんのいいところかなというふうに感じます。はい、で今見ていただいているものがお昼寝マットになりまして、で畳むとこういうふうに持ち手がついて持ち運びができますので、なんか幼稚園とか保育園でお昼寝用のマットみたいなものを持ってきてっていうようなところもあるようなので、そういった時の対応にもできると思うんですけれども、こういったイメージ画像を見ていただくと分かりやすいと思うんですが、長さが145センチございますので、女性だとちょっと足のところは出るとは思うんですけども、主要な部分はひんやりっていう感じですよね。ご自宅でこんな風な、なイメージでリラックスするときに使っていただくってこともできますので、はい、それからパッドタイプのものだったりとか、はい、枕につけられるタイプっていうのが非常に揃っていますので、ぜひよかったら早めにチェックしていただけると嬉しいなと思います。続いてご紹介していくのがクールアクアリウムというシリーズです。まあ、その名の通りアクアリウムということで、はい、水族館で見られるような動物、涼しげな動物たちがこうやって彩られています。はいはい、でこちらは動物柄といっても大人が使える動物柄のアイテムを作りたかったので、ちょっと色目も薄くして全体的に大人っぽい雰囲気であげるようにしてます。こう遊び心がありつつもこうインテリアとして景観にしっかり馴染むようなデザインになってますね。はいはい、この辺もこうお家の中にそっと置いておきたいシリーズになっております。で、特徴が一つありましてブランケットは今下がってるものになるんですけどそれぞれの動物のこういうなんかポーチみたいなものがついておりまして、でこう畳み込むとこういう状態にコンパクトにできるので、それも意外にも、はい、かわいらしい、かわいい、なんかちょっととぼけた動物がソファーにちょこんと置いてあって、で使う時に広げて必要な時にこう広げていくっていうのがポイントですね。はいはい、こちらです。こちらも人気のシリーズとなっておりますので、夏迎える前にぜひチェックしていただけると嬉しいなと思います。続いてご紹介していくのがクールキーパーですね。こちらがクッションタイプのものですね。はい、そうです、クッションタイプ、2つございまして、今見ていただいているものが首枕で、ここのところにキューブが2つあるんですよね。ちょうど寝転んだ時に首に当たるみたいなところですね。はい、リラックスの時に使えて、ちょっとマッサージ効果みたいなのがあるという感じです。でそことこの上のものですね、低反発のクッションでちょっと大きめですので、はい、枕としてもいいんですけど腰に当てたりとかそういった時にも使える。確かに在宅勤務中とかにも良さそうな感じがしますね。はい、そうですね、活躍すると思います。こう疲れを軽減するっていう感じがしますね。はい、腰当てクッションと首枕をご紹介してきました。そしてクールキーパーシリーズこちらですね、はい、アイピローと帽子の上にこうハットピローになってます。はい、こちらは電子レンジなどでも温めても使えるんですけども、夏場ですので冷蔵庫や冷凍庫で冷やして使うタイプになります。ひんやり感でリラックスっていうのがポイントですね。はい、アイピローは、はい、そして同じように使っていただいて、こちらは帽子の中に入れるやつですね。頭に乗せて、こちらの方が冷たいと思います。実際はこういった形でかぶって頭の上に乗せていただいて、その後にこういう帽子をかぶっていただくと、意外と固定されるのでずれることもないですし、お出かけの最初の時ですけれども、ちょっとひんやりした冷気が頭からこう下がってくると割と快適に外に遊びに行けるかなと思います。確かに意外とこう帽子ってこう日差しよけにはなるんですけど、中は蒸れて暑いっていうのも結構多いですもんね。はい、
まあ、そういった時にこういったアイテムがあると帽子かぶってても日差しよけしながらちょっと軽減されるかなとは思います。昨年も非常に売れたんですよね、これ。そうですね、結構回転しました。なのでぜひちょっと今年は変わったひんやりグッズをお探しという方にはおすすめとなっておりますので、ヘッドピロー、アイピロー、そして最後がジェルピローですね、はい、これがお昼寝ひんやりみたいな感じですね。そうですね、イメージ的にはこういったあの形で、ま、枕の上に乗せていただいて、ひんやり感を感じていただきながら寝ていただくっていうような使い方ですとか、あとこう溝がありますのでこうくるくるって巻いたりできますから、あのペットボトルを巻いたりしてお出かけされたりとか、あとあのベビーカーの背中のところに置いていただいてお出かけの時に使われるなど、いろいろあのシーンで工夫次第でいろいろ活躍するかなというジェルピローです。もうちょっとあると便利だなっていう感じですね、生活の中に。お昼寝はもちろんのこと、就寝時だったりとかお出かけ時にも使っていただけるアイテムとなっております。ということでクールキーパーシリーズをご紹介していきました。